にしかできないことがある。生きなすそれあかれ悪魔、人間、どの気配でも違うわね。あんた一体どこの誰？キティ、あんたあの男についていてくれないかしら。え？私が？一人で？レッスン2、人のために戦うってことも覚えといた方がいいよ。あの男なんて教材にぴったり。ちょっと待ってくれ。アルファバースに行ってシンギュラリティをぶっ飛ばせばなんとかなるはずなんだ。混沌の歯車はあんたじゃなきゃ見つけられないし、それにあいつは私の大切な人に似てるんだ。用があるのはあんたたちの親玉の方よ。逃がさないわよ。追いかけっこにも飽きてきたわね。そろそろ楽にしてあげるわ。何？そして恐れるな。今は立ち止まっている時ではない。何こう楽しい旅になりそうだ。間違いない。フルスロットルで行くぞ。私はかつての私じゃない。見ていてジャン。私はもう二度と自分に負けないわ。一緒に来いっていうの？いいわ、行きましょう。待って、相手を間違えてるんじゃない？あら、ただの挨拶じゃない。あんたが地獄を見るのはこれからよ。シンギュラリティ、アルファバースに潜むやつの息の根を止め、世界の崩壊を食い止める。今攻撃を受けたがポータルを開くことは二度とできなくなる。狼野郎、どこにいやがる。していてくれ。